大奥は、江戸城に存在した、将軍家の子女や性質、奥女中たちの居所、あるいは、江戸時代の大大名家の奥向きの別称でもある。本校では、江戸城大奥について述べる。千代田の大奥歌合わせ、橋本近信が初代将軍、徳川家康の時代から、江戸城に、大奥と呼ばれる区画は存在していた。しかし当時は、政治を行う場である、 京と上主とその家族の私的な生活の場である奥の教会が存在していなかった。この教会が江戸城に現れたのは現那四年に二大将軍、徳川秀忠が壁所を制定した時である。以後、本丸は幕府政長の表、将軍が政務を取る中奥、将軍の指定、大奥に区分された。三大将軍、徳川家光馬、 春日局によって組織的な整備がなされていき、こうして現在知られる形の多くに整えられていった。慶応4年4月に江戸城の明け渡しが決定し、大奥は終焉を迎える。同年4月9日、14代将軍、徳川家持正室、正官院の宮と同聖母、実情院は清水庭へ、翌10日には13代将軍、徳川家定正室、 天章院と同性母本樹院が一橋邸へ引き移った。江戸城内ぐは本城、西丸、紅葉山、吹上おはこのうち大奥が置かれたのは本丸、二岸、西丸の三つの暮である。本丸は将軍夫妻、二岸は将軍聖母やかつての将軍に仕えていた。側室、西丸は四次夫妻や大御所夫妻が住まいとしていた。 ただし本丸の非常時には、二眼や二丸が代わりとして機能した。図面は、江戸城を多く五殿向きそ絵え図がある。本丸五殿は、戦術したように、兵、中奥、大奥に区分されている。このうち、兵と中奥は、一続きの五殿であった。しかし大奥は表、中奥五殿とは切り離されており、同米で仕切られていた。中奥と大奥をつなぐ、唯一の廊下が、 五輪廊下である。将軍が大奥へ出入りする際に、鈴のついた紐を引いて、鈴を鳴らして、合図を送り、出入り口である五条口の会場をさせていたことからこの名がついた。後に、火事等の緊急事態を想定して作られたのが、下を鈴廊下であるとされている。大奥は大別して広志式向き、長曲向き、御殿向きに区画される。広敷向井広志式は、 大奥の玄関口である。広敷には、男性の広敷役人がいたため、御殿との間の上口、長局との間の七つ口によって仕切られていた。七つ口は、女中たちの部屋方や商人たちが用いていたが、七つ字に占められたためにこの名がついた。御殿向き将軍の寝床である、御章座敷、御台所居所、千鳥の館、御福の間といった大奥女中詰めなどがあった。 五代所の居所は、時代によって、松五天、新五天などと呼ばれていた、歴代将軍の位牌がある、五仏館や五対面所も五天にあった、長局向き奥女中たちの二階建ての居所である、和ず川側から四の側までの四棟に加え、東長局、五半壁屋があり、格式に応じて、和ず川側が上楼お年寄りやお年寄り、二の側、三の側が、 その他のおまみ以上の女中、四の側が、おめみえ一家の女中たちに配分された。詳細は、徳川将軍家未大将、三将を多く一のお上であり、主催者でもあるのが、将軍性室である、五代所である。未大所は、三代将軍、家光以降は、五節家か四親郎家から迎えるのが慣例となっていた。十一代将軍、家成の五代所、広大院と十三代将軍、 イエスサダの五代所、天章院の二人は、どちらも島津家出身であったが、遠跡にあたるこの駅に幼女となった上で腰入れした。なお、七代将軍、家継の婚約者となった八十九義子内親王と、十四代将軍、家持の五代所となった、和宮親子内親王はどちらも、石家、三宅出身ではなく、巫女であった。江戸時代初期においては、大抵の場合、 未代書は、形式上の主催者であった。例えば、三代栄密夫人、高塚佐隆子は、夫との仲が極めて険悪で、正式に、五代所と称することのないまま、結婚後ほどなくしてその居所を、本丸から中丸に移され、大奥の実験はもっぱら、かすが局らが握っていた。その立場に変化が現れたのは、六代将軍、徳川家信の時代で、家信が、五代ろ 天英院の父、この江元宏を儀礼指南役として徴用し敬意を表したことで、幕府役人はもちろん、大奥の儀礼も整えられた。それによって五代所の立場は不動のものとなったが、五代所不在の期間が合わせて約100年ほどあり、その間は仙台将軍の性質や将軍子女らが大多くを主催した。生前に官位を賜ったのはの6人だけで、 四次となる子供を産んだのは二代、秀忠た正室のお栄誉の方だけである。二代書は、自らの夫が亡くなった場合は落職して本丸から、尻き、西丸で余生を過ごした。将軍の側室は、基本的に将軍付の御中老から選ばれる。将軍が目にかなったものの名をお年寄りに告げると、その日の夕刻には、寝間の準備をして新女である、御正座式に待機していた。 五代所付けの中老が将軍の目にかなった場合は、将軍付けお年寄りが五代所付けお年寄りに掛け合って、五代所了承という手順を踏んで、寝間の準備が行われた。寝間を終えた中老は、お手つきと呼ばれ、解任して、女子を出産すれば、お腹様、男子を出産すれば、お部屋様となり、ようやく正式な側室となる。さらに、 我が子が四次に選ばれ、将軍職に就くと、将軍聖母となり、時代によっては五代所を遥かに凌ぐ絶大な、権威と権力を持ち得た。五代将軍、徳川綱吉の聖母、継承院はその最たる例で、十一位に除せられている。しかし、大奥側もこういったことは雑誌しておけず、様々な対策をした結果、側室や将軍聖母の力は、時代が下ると共に低下していった。 江戸時代後期になると、側室はたとえ我が子が将軍生死であっても自身の地位は、一階の女中のそれと同等にとどまり、我が子が将軍になって初めてお神として偶された。その他の側室は落職してイントして、二の丸御殿や桜田御用屋敷で静かに余生を過ごした。出生の子が将軍になった人物は名前を太字で、孫が将軍になった人物は、 社寺で表示大奥に住む女性たちの大部分を占めていたのが女中たちであった。ちなみに、幕府から給金を支給されていた女中たちすべてを大奥女中と言い,い、実際には将軍家の姫軍の腰入れ先や息子の養子先の大名家にも存在していたという。女中の人数は最盛期で1000人とも3000人とも言われる。女中は基本的に将軍付けと五代所付けの女中に、 大別されているが、役職名は、ほとんど同じである。ただし、格式や権威に関しては、将軍付けの方が高かった。また、特定の主人を持たない女中たちを、爪と呼んだ。序列や役職名は時代によって異なるが、江戸時代後期の奥女中の役職は、以下の通りであった。奥女中のうち、上郎を年寄りからご坊主までがお目見え以上といい。 将軍と五代所への目通りを許されていた上級の女中たちである。女中たちのおろくは主に切り舞、合力金、縁湯の木、五歳銀、油などの現物が多かった。また老女になると町屋敷が与えられることもあった。奥女中には通常旗本や御家人などの武家での女性が雇用された。しかしそれも建前で時代が下るにつれて裕福な町人での女性が 用気見習い目的に方向に上がることが多くなる。町人の場合、はじめの頃こそは、親戚や知り合いの先輩女中の口利きを頼ったり、旗本や保険人の家へ一旦養女入りしたりという、上縁な根回しや手続きを経て、大奥入りしたが、広大になって、武士と町人の経済力が完全に逆転すると、今度は、 旗本や御家人の方から持参金付き養女縁組の話を持ちかけてくることも珍しくなくなっていった。大奥を舞台にした小説、舞台、映画、ドラマなどで大奥総取締りが登場する場合があるが、大奥総取締という職名は大奥には存在しなかった。実際には大奥の万事差配は老女が合議によってになっていた。しかし時代によっては、 大奥においても一人のいわば、総取締りとも言える役割が存在することもあった。大奥の制度が完全に確立されてはいなかった三大将軍、家光の時代、乳馬である春日局が、将軍様五局という立場で、大奥総取締りの任に当たった。また、五大将軍、綱吉時代の将軍付上郎をお年寄り、江門佐局は、綱吉から、大奥総支配を命じられたとされる。 この二人はどちらも老女筆頭であったが、最高の牽制を誇った老女が、必ずしも筆頭であったわけではない。十二代将軍、家吉時代の将軍付上郎老を年寄り、姉が孔子は、大奥で牽制を振るった女性として知られているが、筆頭ではなかったと考えられている。また、沖世の老女以外にも、例えば三代将軍、家光の側室を満の方が大上老として、 春日局亡き後、と、春ガ同様に、大奥総取締りの任に命じられた例もあった。このように、時代によっては、将軍の個人的な意向が、大奥の重要人事に絡んだこともあった。幕政の主導権を将軍が握った際、将軍を補佐する、側用人や、小川御用取次が力を持ったのと同様である。とはいえ、大奥は幕政において、贈答儀礼などの重要な側面の一翼を、 になっていたため、将軍付老女は、幕府のために働いていたという側面が否めず、将軍個人の意向で人事が動くことは稀であったと、言える。大奥は、年月が経つにつれどんどん肥大化していき、年間予算の2から3割を占めるというほど維持費が、かかり、幕府の屋台骨を揺るがすほどであった。解雇された女中たちは面白おかしく大奥内情を、暴露した。ただし、 これらの資料は事実と虚構が入り混じっている。東海道に川宿の五9白記録には、薩摩藩の奥女中を、殺衆奥女中や、殺衆奥女中などと記している。一説によれば、中奥あるいはそれに類する空間が存在する場合、それと区分するために、大奥という名称が用いられたと唱えられている。文久三年の火災で、本丸は消失して再建されなかったため、 明治維新まで西丸が本丸の代わりとして用いられた。大奥も西丸に増築されたという。天章院は家持将軍就任後も本丸御殿に泊まり、和宮高下後もしばらくは本丸御殿に住んでいたと考えられる。これらの故障は時代によって異なる。文書における、京章院の名前は五代どころ、高塚佐信子よりも先に明記されており、簡易面でも信子より上であった。 自身の生前には正式な側室として認められていない。もっとも、江戸城以外の奥向きには、取締りという役名が存在した可能性がある。旗久子さ徳川政権下の大奥と、奥女中、P221 では、水野家老女、千代山が、万円元年に、奥向き取締りになったことが述べられている。姉が工事については、将軍家康とのただならぬ関係を主張する説も、 存在している。このことは、大奥老女の人事異動が、将軍の代替わりにほとんど影響されていないことからも、明らかである。詳細は、大奥に関する作品の一覧を参照。ありがとうございます。